眼科医の平松です。今日は緑内障の最新手術についてお話しようと思います。で、実はこれすごいたくさんあるんですね。というか、どこから最新というかが難しいんですけれども、緑内障の昔からのいわゆる一般的な手術としてあるのは、一番はトラベクレクトミーという手術です。で、決してこれは悪いってわけじゃなくて、一般的で普通の手術ってことですね。あとトラベクロトミーっていうのも、まあ前からあった手術ですけど、まあ、トラベクレクトミーほど多くはなかったですね。で、最近出てきた手術、1個目はミグスっていう手術ですね。これは小さい傷、ダメージでできる手術で、まあ日帰りとか、本当に短い時間でできる手術。私がやってる手術とかですと、アイステントとか、トラベクトームとか、マイクロフックとか、まあ、こんな感じの手術がミグスと言われる。もちろん緑内障の術者の中でミグスはやらないっていう先生もいて、まあ、それはそれでいろんな考え方がありますね。で、2番目が、まあ、チューブインプラント手術っていうものです。一つ有名なのがバルベルトインプラント、アーメットインプラントっていうんですね。これはまあ比較的重い方にやることが多い手術ですけれども、まあ私もやっていますけれども、これもまた先生の考えによっては、いやそれは絶対やらないでトラベクレクトミーでいくって先生もいるわけです。最新手術のメリットとしては、やっぱり従来の手術よりはダメージが少なかったりとか、効きが良かったりっていういろんなメリットあります。でミグスの最大のメリットは、ダメージが少ないことですね。チューブの手術の最大のメリットっていうのは、トラベクレクトミーと比べて塞がったりとか合併症、危険の確率がちょっと低いっていうことがメリットとしてありますね。最新の緑内障手術だから何でもかんでもいいってもんではない。ただ一方で最新のを知った上で治療の選択って考えてほしいの で難しいのはですね、緑内障手術ってですね、大抵医者がこれしましょう以上ってことが結構多いです。で、本当はどんな患者さんの状態でも結構医者によって意見分かれます。ここは手術した方がいいかしない方がいいかとか、もっと言うと最新治療しましょうか、いやもう私自身も絶対最新治療なんかしなくて昔ながらの方がいいと思うとか、そういうそれぞれの考えがあるんですね。で、昔ながらの治療の一点っていうのはやっぱりこう歴史があるので、いろんなトラブルや状況に対する対応点っていうのも分かってるっていうのは最大のメリット。必ず最新がいいわけでもないし、昔ながらがいいわけでもない。医者によって意見もすっごい分かれる。で、緑内障の手術っていうのはあんまり安易に受けてはいけない。緊急ですんごい上がってたらもうしょうがないですけれども、でもちゃんと分かった上で治療しないと結構後悔することが多いです。緑内障の手術をしてる人からすると、いや後悔してる人なんて少ないよっていう人多いんですよ。で、なんでかっていうとですね、本当に後悔してる人はですね、そこに通わなくなるんですね。で、どっか行くんですよ。うちもよく来ますけれども。で、手術するんじゃなかったっていう感じで来るので、そうするとですね、残ってる患者さんは、手術に満足してたり、手術の結果がいい人ばっかりなので、なんかこれってやっぱ手術すると結構いいんじゃないのって、イメージがすごいつきやすいんですね。はたまた、患者さんの話をあんまり聞かない先生って結構いるんですよ。緑内障って、手術する医者自体少ないので、忙しいし、まあ、多少横柄でも、あんまり問題ないわけじゃないんですけれども、患者さん自体が減ったりしないんですね。やる手術者が少ないので。だからすごく横柄にしてたりすると、患者さんがちょっと不満があっても言えないことがあるんですよ。例えば手術してて眼圧が下がらなかったら、さすがに術者もこれはちょっとまずかったなってさすがに思ってくれます。なんですけども、手術してもなんか調子が悪いとか、ゴロゴロするとか、痒いとか充血が気になるとか、そのぐらいのことだと、まあ、そんなの気にするなよっていう医者も多いですし、もっと言うとそんな患者さんの話を聞いてくれない医者も結構いるので、そういう意味でなんていうかな、手術としては問題ないねって捉える医者もいます。もう一つとしては、手術を受けたあなたにとってみると、問題が起きたっていうのはもう100分の100、要はもう 100% そうですよね。例えばゴロゴロするっていうのはもうあなたの得意の問題です。でも医者からとってみると、100人手術して5人ゴロゴロするって言ったってなると 95% 問題ないって思えるわけですよ。だから5人たまたまゴロゴロするっていう人がいたから、まあそれはしょうがないよねっていう感じで捉えることが結構多いです。なぜかというと、もともと緑内障は失明する病気であるから、ちょっとくらいの辛さ我慢しましょうよっていうスタンスが結構多い。でも私としては、まあ少しでもそれは減らしたいから、話を聞いてちょっと目薬組み替えたりとか、手術を
どういう手術の術式にしようかってよく考えたりとかするんですけども、正直言うとですね、あんまり患者さんの話を聞かなくて最大限に眼圧を下げる方が医学的には正しいとする人も結構多いですし、視野っていう結果だけを見るとそっちの方が多分一番いいんですよ。なんでかっていうと、例えば患者さんがゴロゴロしたくないとか、そういうのでちょっと弱めの手術をしたとするじゃないですか。そうすると眼圧を下がる確率ってやっぱり低くなるわけですよ。となるとトータル例えば100人とか患者さん見た時に、患者さんごとになるべく少なめで手術した人と、もうがっちりがっちり手術した人だと、やっぱりがっちり手術した人の方が視野の結果っていいに決まってるじゃないですか。つまり少なくやってたけどやっぱり足りなくてまた次の手術ってことがあり得るわけなので、そう考えるとそのがっちり手術をしてる方が視野ということだけで言うとやはり結果はいいです。でもそれがあなたの人生にとって本当にいいのかどうかっていうのが結構難しいところなんですね。だからちょっと僕はそこを考えてしまうというか考えるタイプなので、いろいろ話したり見ながらこれがいいかなってやっていく。でも最大限にやる先生が悪いわけではなくて、それはそれで一つの考え方と思っていただけるといいと思います。今日は最新医療または手術の選び方について、緑内障の手術を説明しました。